電気と水道まだ通してないんですけど、ここがエントランスです。まずこちらから見ましょう。せーの。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回はついに僕の新居を見せたいと思います。ちょっと引っ越しとかで結構時間かかってなかなか見せられなかったんですけど、引っ越しの方がちょっと落ち着いてきたので一度見せようと思います。電気と水道まだ通してないんですけど、ここがエントランスです。で、ここを開けると、はい、はい、こちらは LDK になってます。荷物なんですけど、全体の3分の1しか運んでません。残りは全部京都にあります。ちなみに僕の家は全部オール電化です。この LDK は8畳あります。めちゃめちゃ広いです。荷物散らかってるんですけど、一部除いて全部レゴです。いや、僕も4年間でこれだけよく集めたなって思います。そしてこの先は8畳の部屋になってます。では見せます。せーの、デッド。はい、こちらです。結構日光が入ってきます。で、ここが僕が一番お気に入りの収納部分です。まずこちらから見ましょう。せーの、ヨット。片側もヨット。はい、ご覧ください。この収納スペースの広さ、めちゃめちゃでかいです。京都に住んでた時の2倍の広さはあります。一応この部分には大事なものを置いて、2段目部分については一部収納で、もう一部は2段部分に下にある合体ロボを飾る予定です。はい、では続いてはウォークインクローゼットを見ましょう。それがこちら。よっとよっと。はい、こちらです。今回のウォークインクローゼットがめちゃめちゃ広いです。ちなみにまだ完全な衣類は運べれてないんですけど、今日このスペース全部に衣服を入れる予定です。このウォークインクローゼットなんですけど、奥行きがあるので結構収納できます。はい、そして窓側から全体を見るとこんな感じで、さすが8畳ですね。めちゃめちゃ広いです。はい、ということで僕の新しい新居はざっとこんな感じです。ちなみに引っ越しはまだ終わってなくて、一回京都に戻って、そこから残りの荷物全部持ってこれば引っ越しは完了です。ちなみに新居の家具とかインテリアについては2月の下旬頃に見せたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。